ファンキルタ型目プレゼンツ今泉ピート稲的3分間。皆さんこんばんは、ゲームプロデューサーの今泉純です。谷口優奈です。この番組は、急転直下のエンタメ業界で生きる2人が視聴者から募集した話題や2人が今気になっていることを語る番組です。さて、今週はゲストになんとあの方が来ています。いらっしゃってます、ひろいおじさんです。どうもひろいおじです。もうお招きありがとうございます。本当に、ね、ゲストね、はい、ひろいおじさんと今週話していきたいこと、今週のテーマは何ですか。ひろいさん、過激です。過激だと、ええ、過激に発言することじゃなくて歌の劇っていうことですね。歌の劇ね、はい、そっちです。過激に発言していいですよ。でも僕が過激に発言するとあのこう どっか飛ばされちゃうので確かにあんま過激に発言しちゃダメな年代ですね、この過激な。そうですね、はい、お願いします、はい、今度はあのこれを少女歌劇団ミモザーヌというのを作ったので、はい、あの東京初公演になります。少女歌劇団って何なんですか。これはね、吉本さんと一緒に作ってる、うん、あの、まあ、なんだろうね、宝塚、ミニ宝塚、はい、新しい宝塚、そんな風になったらいいねっていう。だから今から宝塚100年ですか、うん、100年後には、はい、その宝塚になってるといいね。100年計画ですね。あ、そうですね、一応ね、うん、で今3年間育成したので、3年、はい、第1期生はね、で2期生が入って今3期生が入ってて、あ、そういうことなんですね。で大体 5,6 人ずつ、はい、第1期ごとに入ってくるんですね、うん、だから100年ぐらいすると相当な人数になってるし、うん、OB もいっぱいいるっていう、で当然僕はいないっていう、そんなのを見てみたいですね。うん、でそんな風になるといいな。昔はねいっぱいいたんですよ、日本で60団体ぐらい歌劇団ってあったらしい。そうらしいです、大正時代に。減ってるんですか、もっと。今はもうほぼ生きてるのは2つぐらいしかないんじゃないですか。え、そんなに、はい、10個ぐらいあると思ったら全然そんなに。いや、ないですね、もう、はい、ほぼないですね。ちゃんとできてるのはもう、宝塚と OSK ぐらいじゃないですか、はい、また劇団とは違う、普通のお芝居する劇団とはまた違う。そうですね、まあ、歌って踊ってっていうのがメインになりますから、うん、普通のストレート芝居はやらないですね、うんうん、またミュージカルとも違うんですか。そうですね、ミュージカルだとやっぱ劇団四季じゃないですか。はいはいはい、もうちょっと違うんですね。違うんですね、うん、でも皆さんすごい若いんですもんね。12歳から19歳、11歳から17歳までです。で20歳で退団、卒団です。